やー、どうし、すまないね、わざわざ来てもらって。先輩、こんにちは。てか、今日は迷子になんなかったんだ。で、ああ、これが例の本ね。どうす、配達ご苦労さん。したらパイセン、ここはうちが適当に繋いどくんで、その間にチエルと二人で速攻作業をよろすわ。このユニ先輩に任せるがいい。じゃあチェルッと行ってきますね。いやなんかそれにしてもあれだよね、そのなんだ、あんたがこの学校来てだいぶ経つわけだけど、どうよ学園生活は、どんな感じよぶっちゃけ。模範解答かよ、なんその当たり障りのない即レス、もっとえげつない愚痴とかないの。いやまあ、あんたはいつも基本そういう感じか。あんた来てからは集団制作つってペンキぶちまけられたり、マンドラゴラに毒吐かれたり、ブサイクポンコツ丸に暴言吐かれたりつって、しょうもないノリばっかじゃん。よく付き合ってくれるよ。まあおかげでうちも、てかうちらも学園生活割りかし退屈しないっていうか、正直あんたがいるから楽しいんじゃないの？しんないけどね。ういーす、お待たし。はい、これさっきの本で、あんた次はどこ行くの？ああ、ここか。うん、いいよ、わかりやすいとこまで送ってく。いや、礼とか別に、迷子になられたら困んのうちらだし。てか実際素人にはわかりにくいんだわそこ。つうわけで行くぞ、ほらついてき。頑張りたまえ。お疲れ子ちゃんです。you